よく聞けグレン。また王子と同行するのだ。お前は扉を開かねばならない。じゃあやっぱグレンが主人公的な感じでいいってことよね。おっそすチェインドエコス続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ第1話から第2話にかけて半年以上プレイが空いていた私でございますが、第2話から第3話にかけてはすぐにプレイしております。で何やら前回仲間的な感じ、まあ今は一時的な感じなんやろうけど、パーティーがなんかいっぱい増えて前衛後衛みたいな、なんかそういうのが出てくるらしいね。ちょっとどういう仕組みになっていくのかまだ分かりませんが、まずはこのお城からの脱出をやっていくんだと思います。控えの要因とは頻繁に交代するとよりオーバードライブをコントロールしやすくなるはず。それから敵の攻撃を受けてよろめいている時も交代してみるといいわ。やってみな分からんよね。でもってまたいろいろと、いろいろスキルも多分増えてきたからやらなあかんことがいっぱい。とりあえずはこいつら大丈夫よね。全力で挑んでも MP 的なやつはずっとあるってことでいいよね。この辺全然まだ分からん。あ、よろめき状態なの？頼むぜ。何を見てよろめき状態かどうかって判断するんだよこれ。普通に立っとったんやけ。この状態で普通の攻撃は、ちょっと必殺技ズッズン。あらすごい。見た目の割に弱いやつ。どうやってあれ変えるんだい？LB 押すと逃走、あ、逃走してもだ。もう一回ちょっと待って、やり方が分かってない。どうやって交代すんの？交代の仕方は、交代の仕方教えてくれた？おい、メンバーチェンジの仕方は、メンバーチェンジの仕方が分からんぞ。何ボタンで交代すんだい？分からん。おい頼むで。ふんふん、こう技どれがどういう技か覚えるのが大変やな。久しぶりの RPG なわけですが、マジなやつはね、マジな感じというか、こんなに技でやったり抱負やったりでよろめき状態ってどれで判断すんの？何をもってよろめいてんの？おい、よろめき状態が見た目でわからんようになってんのか、このゲームは。それやとしたら作りが、よろめきなんかい、作りが甘すぎるぞ。アホなんか。あ、RB で切り替えんだね。あ、勝手に切り替えた。わかりにくいな。UI が雑魚なのか。おお、こら。早しね。オーバーヒートってなったら、チェンジした方が。これでも打つと、またオーバーヒート。よくわからん。ややこしなったな。なんか急に。めんどくさなったな。左下見たら弱点ってあれ書いてるから、ウォーター系が弱えってこと。あ、弱点って出たね。なかなかややこしいな。まだ全然わからんぞ。スンスンスン、意外と硬えのよ。ほんでもってやけど MP があれやね、もう全然がっつりやっちゃって大丈夫なのがありがたいね。
骨パクってやりました。おい、オーバードライブからの、これを維持しながらウォーター、この感じで頑張っていけってことよな。むずいぜ。宝箱、タイタンヘルム、何やそれ、付属品か。 HP アップ。結局主人公は誰なの。こっち、次は何か。このまま脱出できんのかい。ボスとかまだ出てくるかい。お、出れた。あら、あなた来るのねと思ったら、あ、姫やったっけ。立ち止まるな、走るのだ、走る。こっちじゃないみたい。走る、逃げる。どこに、あ、誰かいる。商人、外が随分騒がしいですね。何か買っていきますか。このタイミングでなんかやべえの来んのかな。お金もったいないし使いまへん。でもなんかボス戦がありそうな気がするよね。このままじゃこっちからだね。必殺ドゥドゥン、全体攻撃いっぱい欲しいな。あ、単体攻撃かい。てか必殺技ゲージは溜まるまで結構かかんやな。お、急に場所転換。一体どこからあんな獣が、しかもよりによって平和式典の最中に。えい、これではタリンとエスカーナとの溝を深まるばかり。この時代をフレデリック王子にどう説明すればいい。こんなデタラメな話信じてもらえるはずもない。早々にトルムンドに戻らねば。国の名前がまだ全然覚えられません。どうしたのか、マタイ将軍、急がねばならぬぞ。嵐のような獣の声が聞こえるだろう。カマキリみたいなやつやけどな。あれ、将軍、マタイ、貴様、貴公、何を。あら、王の命を取りに来たのかい。ええ、無論このような三流の怪談を持ち帰るわけにはいきますまい。では私どもで物語を書いてみるのはいかがでしょう。この剣と気候の地で。あら、あらー、タリンの師匠エドガーはエスカーナの兵士によって殺害された。ありがちな話じゃないか。は、いずれこれが新しい戦乱を引き起こしてくれるはず。魔物が城を攻撃したのは誰の責任ではありません。審問官様、お前はまだ若い、愚直に物事を考えないこと。誰や、使用人は大してキャラじゃないんか。あれ、バランディスの貴族たちは戦を継続する新しい口実を探し求めている。ここで何が起こったにしても奴らに都合のいい物語となって広まっていくことだろう。は、審問官様、この大陸の支配者たちはあまりにも長い間剣を振るい続けてきてしまった。そもそもペンの握り方も知らぬ者どもに条約の調印などできるはずもあるまい。というより、もとより握るつもりもなかったのか。やがて憎悪、憎悪、バランディスを支配する。簡単に消し得ぬ憎悪がな。あら、戻っていた。ああいう場所転換がちょこちょこある感じなのかな。また商人、武器とか欲しいな。ないんやな。じゃあ行くわ。上に上がってきてどうすんの。でもこれ脱出するんでしょ。これはこの先はないって言っただろ。そうかな、初耳な気するけど。うるさいね。じゃあどうするっていうの。わあ、結局やんのお前と戦うしかないだろ。エンゲージ、やるのねー。必殺技が溜まってるけど誰でどうやるべきか。まずはバフタカダッタカダッからの必殺技が単体攻撃のやつとそうじゃないやつが多分いるのよな。その辺で、なんかわかんけど足狙っとけ。ほれ、速度ブレイクからの、アーマーブレイク、
で、こいつの弱点は水か。であればお前のバフかかってる状態で、いや結構やってくれるじゃない。回復。いや違うな、 TP が回復したんか。あれいらんことしてる。気遣いが回復がミスっている。まだ攻めるぜ。でお前がチェンジ。これ盗めるやつはあれチェックついてるってことか、左下のやつ。ドラゴンってどういうこと。缶詰ってないやん。盗め。キルト。あ、魔術バフ。なんやそれ。対象の防御、アーマーブレイクは3ターンやから今は攻撃。おい。からの、まだ盗める。いやもうない。あ、これわかるのありがたいな。お前は、チェンジだ。で、なんか、うととけ。あいつ、そういうタイプなんやんな。からの、ウォーターからの、TP をなんか、やるやつ、やめとけ。前はもう一回、アーマーブレイク。からの、ウォーターそして、さらに、何ができる？たまには、魔法、つこてまあまあ、ええ感じいけてんじゃないの？うん、速度ブレイク。オーバーヒートしてもた。しかもそのタイミングで攻撃やってもた。死んでいる。なんやて。それはまずい。アイテム。キャラクター復活。アイテム。ごめんよ。速攻死亡。でも、くじけぬ心。復活からの全体回復はこれ5ターンの間。いや、ちゃうな、これ TP やな。TP 回復系ばっかか。必殺は TP 自動回復付与。じゃないねや。TP じゃないな。でも何もないよりは TP の方がいいのか。うととけ、うととけ。オーバードライブちょっと戻さねば。スナック菓子で回復、目薬回復どれぐらい。50。なもんか。一旦ちょっと防御、ちょオーバードライブを、オーバードライブ維持して頼むぜ。お前誰今だ、今誰。あ、全然オーバードライブ下がってかへんな。防御、とりあえずの防御、防御防御、みんな防御で、この辺からまずは、いやアーマーブレイクもやばいな。防御、みんなして防御、ただただ防御。これでこれが意外とオーバードライブ下げてくれんのか。そういうのをよろめきなんかい。よろめきマジでわからへんな。パッと見どうやって判断したらいいんや、よろめきかどうかって。気遣いしとく。気遣い気でチェンジだ。パワーショット、パンデミック、対象の毒タイプ、やらしいタイプやね。失敗なんかい。でもそういうタイプ好きやで俺は。いやらしいやつ、いやらしい攻撃するやつ好きやで俺はな。ディ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 ーンからの気遣い、気遣いオーバーヒートすんやな。防御、よろめいた、よろめいてるかどうかをちゃんと見とかなあかんな。セイテケテテケテ。マジで左上のあれを管理するのが結構めんどくさくも大変もどっちも。
こうだ。ペローン。気遣いを。気遣いいっぱいしとけ。死にそう。んポイズン。ポイズンショット。よろめきなんかい。覚えてられへん。そんなに暇じゃないのよ。見てられないのよ。マジでよろめき状態どっかで見えへんのかな。防御でカウンターステータス。あー気遣いのオーバーヒートするの。お前はチェンジ。チェンジしてもこれオーバーヒート。あー難しいな。まだ全然やり方が分かっとらんぞ。魔術バフやめとけ。でこうか。こんなイメージ。そしてミスター気遣いは速度を下げといて、ここからのチェンジシーの必殺。すべての状態異常を解除しパーティーメンバー全員の耐性を上げ。違うな、それはちょっと思ってのと違うな。今度こそポイズンショット。ドクナイス。でオーバーヒートすぐする。防御で。お前誰や。 TP を回復しパーティー全員に TP 自動回復を。いやそれならチェンジして。ああ単体攻撃はあなたのお箱じゃないの。390。いいんじゃない、いいんじゃない。はい。でそれやばいやつ。うん一人死亡。死んだら復活を優先した方がいいのか。その辺もまだわからんぞ。ポイズンショットからの、お前は誰だ。お前は一旦チェンジだ。あなたは誰だ。あなたは、あなたは TP 回復。ペンペロ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 からの速度ブレイク。ちゃうわ、この人気遣いの人やったんか。気遣いしとかなあかんかったかも。よーしあいつよかった。前はチェンジからのウォーター。あいけた。まだ倒れない。何なんだこいつは。ああ久しぶりに見た。よしいいぞ追い詰めた。次の砲撃用意。しかし民間人がいます。選択の余地はない。合図をしたら砲撃せよ。撃て。ズーン。カマキリを倒すために俺らごと。ほらここは起きろよグレン。ほら何のために。もうどうしようもない。俺ここに寝るから。何があって。でそれからどうする。愛想をつかされて見放されるまで待つか。1年。ん、もう1年経つっていうのに俺が鉄の名役の仲間たちを探して旅している間、お前はここで四六時中ぼっと寝てるのか。過去かなこれ。簡単に言ってくれなよ。まあ俺と違ってお前は後悔することなんてないもんな。お前もだ。お前は兵士として命令に従った。それだけだ。あの石が何を引き起こすかなんてお前は知らなかった。だからオープニングのちょっと後か、ちょっと後っていうか1年経ってんのか。分かってるよキリア。だけど結局爆発は起こった。俺が石を壊したから。剣を振るったせいで数えきれない人たちが死んだ。それに俺は意識を失ってお前を引きずって廃墟をさまよった。どこもみんな人が倒れてて死体の腐った匂いが。ああそんなひどかったんや。お前が見たものはきっと俺の想像を絶するものだったんだろうさ。だからって隠れてるだけじゃ何にもならないぜグレン。お前は全部を自分で背負い込みすぎなんだよ。俺は何もできないやつだよ。みんなの背中を追いかけてるだけで。
なら自分を変えてみせろ。行動で示してみせろよ。意地を見つけてバランディスに戻ろう。この数ヶ月間、俺は支援者へ収入源を探してきた。だけどそれだけじゃなくて、ちょっとした調査もしてたんだぜ。あの石はグリモワールだった。オーパストーンとかいうやつじゃなかったってことやな。もともとは魔術師が書いた本のこと。研究を続けてきた魔術師なら、人生で少なくとも一冊のグリモワールを書き残すもんなんだ。そしてその魔術師が豊かであればあるほど、本の外装にも金をかける。魔力を持つ宝石は本の表紙に仕込むグッズとして高い人気があった、はあ、魔術が廃れてくると魔術の本にも興味を持つ奴はいなくなってきたが、逆に石の価値は上がった。それまで石に共通の名前はなかったから、それでグリモワールって呼ばれるようになったんだ。おお、詳しいね。調べたいね。でその石の一つが爆発を起こしたってのか。じゃあとんでもない魔術ってこと？多分な。多分魔術の本や石の見た目については正しいと思うが、石がそんな強大な力を持っているなんていう情報はどこにもなかった。うん、お前爆発の後でも石は無傷だったって言ってたよな。そうなの？ああ、廃墟の遥か高くの方でエーテルの渦の中にぽっかり浮かんでた。自分の目で見てよ。ならグリモワールはまだバランディスのどこかにいる。間違って誰かに使われたらまた同じことが起きるかもしれない。うん、何のためにまた立ち上がるか。お前俺にそう聞いたよな。こんな惨劇が二度と起こらないように、この石をもう一度見つけよう。俺に力を貸してくれよ。石を見つけて仲間たちをもう一回集めて、それから。はあ、なあ、俺たちがなんでデスの盟約に入ったか覚えてるか。世界を変えたかった。そうだ、そのために俺たちは力を蓄えた。俺たちのクランの名前も次第に世に知られていったし、クランの資金も順調に溜まっていった。腕利きの鍛冶屋が武器を作ってくれて、優秀な指導者が新入りを教わってくれるようになった。飛行艇か。スカイアーマーを買う金も貯まった。俺たちが求めるものを果たす準備はもうできてたんだよ。まだ遅くない。俺たちはこれからだ。俺たちはどの軍よりももっと強くなる。昔の白き名流のアル・フリードみたいに革命を起こして、がんじがらめのこの世界をひっくり返してやろうぜ。王の支配を終わらせて、政権の手綱を俺たちのところへ取り戻すんだ。だけどそのためにはお前が必要だ。戦士としてスカイアーマーのパイロットとしてだけじゃない。お前はこんなところで仲間としてお前が必要なんだよ。グレン、これであのオクトパスのところにつながるってことかい？何これ、甘美な記憶に浸っているかな。だがもう目を覚ます頃だ。グレン、頭の中から声が。誰？君の友人、同志、師匠、好きなように呼ぶといい。獣が君の匂いを嗅ぎつけてきている。私の言葉が必要だろう。ってことを？すぐにわかると思う。そうだな、とりあえずは。目を覚ましておけ。あら、目が覚めた。これは？また？カマキリ戦の後に戻ったんかい？わからないけど地下にいるんだと思う。あそこから出た瞬間、塔が一気に崩れた。体力が残ってるならどうしたら出られるか考えて。他のみんなは？見てわかると思うけどここにはいないわ。ああ、どうなったんや。あの獣は、カマキリは何だったんだ？わからない。気のせいかな。あいつ意図的に俺たちを狙ってきてたような。気のせい。ずっと追いかけ回されてたじゃない。まだ頭が眠ったままなんじゃないの、盗賊さん。なんだよ、盗賊って。仲間と一緒にお城に押し入ってきたでしょ。何も盗むつもりなんかなかったよ。ごめんなさい、そんな言い方ないよね。あなたは自分の命を危険にさらして私を助けてくれた。私はあなたを信じるわ。でもなんや、そうね、あなたは不審者さんなんてどう？なんで？盗賊の方がまだかっこいいかも。グレンは名前あるんです。私はレニー。あ、キリア。グレン、そこにいるのか。ねえ、あっち側に誰かいる。あれ、合流してるやん。運命のいたずらだな。元気そうじゃないか。弓矢のやつだけおらんのか。塔が崩れたってのに全員無事なんてすごい運の良さだな。え、一人おらん気がするけど。運が良かったかどうかまだわからんぞ。この混乱から出したわけではないのだからな。汚水の匂いが漂ってきている。ここの下水道は古い。ファンズポートの港よりも前に作られたもの。ここは今でも下水を流す場所でしかないが、
古き時代にはまた別の役割を果たしていたのだ。悪霊の巣だったんだよ、ここは。ここから脱出するには相当腕の立つ傭兵が必要だろう。ああ、ここの下水道は少し経路が違うみたいだな。みんなわかってるはずだ。ああ、いたわ、ロブ。あなたは平気なの？王女って。ああ、そっか。その話。へえ、王女様なのか。少し前にタリンの王女が姿を消したっていう噂を聞いたことがあるな。そんなすごいお方には見えないけどね。なんだってめえ、言葉には気をつけろ。次は二度と口が聞けなくなるぞ。ロブ結構なんか短気よね。あら、じゃあ次は別の言い方を考えなきゃね。口には口でかかってきなよ、弱虫。やめろ。その元気は潜んでいる魔物のために取っておけ。申し訳ない、ビクター殿。おっしゃる通りです。何より優先すべきは王女の身の安全。お前、今日のところは許してやる。それとも、本当なのか？レニーがタリンの王女様だって。武器を扱えて戦えれば、ここでは十分だろう。誰であろうと関係ない。おっさんの言う通り、早めに辛かった方が良さそうだぜ。ここはともかく匂うしな。お前らは嗅覚は一丁前だが、人を見る目はからしき、からきしなさそうだな。お前の言うおっさんとは偉大なる劇作家。さあ、ビクター。そう、だから、この大陸の古い伝説にはとても詳しいの。私たちは力を合わせてあの赤い目の魔物を倒すことができた。赤い目の魔物っていう印象かな。もうカマキリの印象しかないけどな、俺。だからこの局面だって共に抜けられるはずよ。さあ、顔合わせの談話はこれくらいにしておこうじゃないか。行くぞ。あら、そんな感じで一緒に、どのタイミングでスキルとかこれ手に入ってる？なんかこの辺がまだようわからんぞ、俺。防御。レニーはわからん。体力。上にあるスキルを3以上習得しようやから、そろそろこっち来てもいいんかな。キリアは何これ、無気力耐性。攻撃。ビクターは回復なんかな、あれは。カウンター値、まあ、防御上げとこう。ローブもまだようわからん。いろいろつけとけ。そのうちいろいろ覚えていって、なかなかいっぱい技覚えんやな。まあでもアクションとパッシブとステータスとあるから、いやな、この辺が。クラスアクションスキルってなんや。こっちが俺まだようわからんな。前衛後衛やったけどみたいな、そんな感じなんだな、まだな。で、キルト盗んだから、あ、人のやつ取ってましたね。 OK、 こんな感じだね。全く今日はついてない。特に新しいのはないね。新しいスキルってやたらずっと出るな。あ、まだ一人忘れてました。X 字切り。覚えとけ。で、こっからまたダンジョンを抜け出る感じやね。X 切り。ああ、いいね。全体攻撃使えるやつやっぱもっと増えてほしいな。レバール。ポチッと。あ、水引く。あれ、こっちも行けんのか。あー、いや、そこを登るためのルートがじゃあどっかにあるってことよね。敵ここを変えちゃったから順番が変わっちゃったんか。キャラクターアクションスキルとクラスアクション、この辺の説明はないよね。よくわからん、まだ。全体攻撃を、右下にレベルアップって書いてんな。
レベル上がらんな。うん、とりあえず行こう。おや、ここが出口のはず。そうなの？なんか光ってるよ。どうかしたのか、グレン。水の中に彫像。そのようだ。レオナールの英雄の一人があそこにいる。彫像に祈りを捧げた者の夢には、古き時代の英雄が現れるという。そして英雄の力を授けてくれると。だが、まず聖水の入った杯を捧げなくてはならない。とはいえ、なぜこんなところに彫像が？俺って言うなら、俺、ん？武器や防具、アクセサリーに加え、キャラクターはクラスエンブレムを装備することができます。これはレオナールの彫像に祈願するとパーティーに送られます。クラスエンブレムはステータスを大幅にアップグレードすることができます。なんやそれ。さらにすべてのクラスエンブレム、あ、これがクラスのなんとかってやつ？2つのアクションスキルと2つのパッシブスキル。これらはクラスのスキルスロットに設定。スキルは対応するクラスエンブレムを装備している間のみ。ただし例外として一度習得したスキルはエンブレムを装備していなくても。わからん。レオナールの英雄像に祈りを捧げようか。祈る。まあ、祈るのは祈った方がいいってことやんな。なんじゃこれ。バランディスの冒険者よくぞ参られた。我が声は汝が心の像を伝い響き、過ぎ去りし古の力、はあ、はや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 、汝の汝たるゆえんを示すがいい。さすればその証を。なんかボス戦じゃなくてザコラッシュかい？必殺。おい、いきなりやったるんだから。みんな必殺技だけ見た目はすごいよね。なんだで全体攻撃をもっと強くならへんかな。全体攻撃もっといっぱい欲しいんやけどな。なかなかオーバードライブせんぞ。チェンジだ。全体だ。さささささ。オッケー。ナイス。やけど。MP もっと。MP じゃない。オーバードライブゲージを上げていかないと。おい。こら。この後まだ、なんか来る？倒したよ。こんだけでいいのかい？あれ、一戦でした。見事自らの力量を証明した。ありがとう。創世マリアーヌの紋章。さあ、床の戦士たちを、果ての大地を追い求める冒険者たちを、行くがいい。何時らこそが。え、スカイアーマーまだ使えへんやもんな。スキルこっちじゃないのか。ここちょっと戻して、クラス。え？なんつってた？あれ？こんなにしかないんか？チュートリアル？ねえな。ん？オプション、彫像にお祈り。お祈りしたんじゃないの今。何かを獲得したっぽいけど、あ、これか。クラスエンブレム、これか。クレリック、傷を癒すことができる。なんとなく主人公つけとこか。一回覚えたらなんか言うてたな。あ、ほんまや、ついてる。なるほどね。ジョブみたいな感じで、一応マスターしたら、そのスキルだけは別ジョブでも使えるみたいなイメージか。わめくな、そこの犬。今言ったことをこの方にもう一度説明するのだ。ファラン。なんや。雇われたんだよ。パル狙って女を殺、ん？やって？やったのはファンズポートだってことにしろってな。誰に雇われたのだ。なんでんなこと吐かなきゃいけねえんだ。いや、だって、質問してるから言ってよ。なんだぞこの小僧の不正が。か、よく言うぜ。俺たちは金を奪うかもしれねえが、てめえら国を奪うんだろ。
平和だが何とか言って俺らを騙して国を乗っ取るつもりなんだろ。女を刺すのとどっちが悪いかね。大体てめえらだって平和条約ってのでエスカーナを後ろから刺すつもりじゃねえか。もうよいファラン、他の族どもと同じようなことを言っていた。もう収穫あるまい、連れて行け。族はあのもので最後のはず。残りは牢屋で食いちている頃でしょう。獣の死体は見つかったか。まだですが、塔が崩壊した際に獣も落下したカマキリか。目撃者がいます。おそらく死んでるでしょう。そうか、少なくともそれは吉報。東塔の遺体は、あれは本当に、はい、遺体の中にはエドガー首相の姿。それはなんか将軍が言ってたんじゃなかったっけ。また将軍は今のところ消息をつかめておりません。あの将軍がそこまでやるというのか。フレデリックめ、すべてあの男の加策した通りか。女王パルネラ、そしてエドガー首相、二人とも壁の内側で殺害された。もしフレデリックが正当な理由なしに条約を破り新しい戦を始めようとしたならば、他人の民は間違いなく反乱を起こしたであろう。だが今なら思う前に歴史を書くことができる。奴のシナリオでは私たちは加害者だ。ああ、エスカーナがタリンの首相をはめ殺害した。そして我々は仕方なく再び剣を取らなければいけない。奴はためにそう伝えるだろうと。どういたしましょうか。軍を動員するのだ。飛行艇とスカイアーマーを準備せよ。私は平和の時代に王座を引き渡したかった。だがそれは叶わなかったな。今ひとたびこの王座に座れば、前は憎しみと血の雨に打たれなければならぬ。他に術はなかった。分かっていたくせに。そうだな、タリンはウィンシャーを掌握している。さてどれぐらい持ちこたえられるだろうな。タリンの王女を利用すればいい。タリンの王女はあいつやんな。レニーやったっけ。アリーナ的なあいつよね。王女セレスティア、本当にあの娘がそうだったというのか。エドガー首相が気づいていた。あの男は王女の顔を知っている。だが王女がこんなところで何を。この騒動の裏にどういう思惑があるのだ。王女を人質に取る。あら、助けてくれたのにね、アマリアさん。ああ、もしその人物が王女であるならすぐに見つける必要があるな。お、王女を人質に。そんなことをしたら再び戦争を引き起こしかねません。再びではない。この戦乱はそもそも終わったことなどなかったのだ。よいかファラン、続行中ってか。砂粒一つ残さずセレスティア王女を生け捕りにせよ。そして私の元に連れてくるのだ。砂粒一つ残さずの例えがわからん。はは、仰せのままに。王女の身柄がこちらにあるとなれば、フレデリックも下手に手は出せまい。フレデリックの姉への溺愛は私の耳にも届いている。ちょ、キャラクターが多い。なんか急に可愛い。どこの国だい、ここは。飛行艇が飛んでるやつってことか。どこに。あ、こっから出てきたんか。いやー、なんとかなった。まだ火は消し止められてないみたいだな。やな、こいつがタリンの王女ってことやな。弟があの人たちの計画に加担してるなんて信じられない。弟って誰でしたっけ。父が病に倒れてから国のことは弟の手に託されてきた。弟本人から直接真実を聞き出さないと。この夜はバランディスの歴史を大きく動かすことになりそうだな。騒動のことがフレデリック王子の耳に入れば、きっとあの方はエスカーナを非難するだろう。騒動は魔物の襲撃のせいでエスカーナの人たちは何もしてないわ。弟には私から説明する。じゃあレニーはやっぱり王子様だったんだ。なんか普通の女の子とは違うなって思ったけど。そうだ、やっと分かったか。なら今後はふさわしい態度で接するんだな。王女、宴会であなたの存在はすでに気づかれています。あなたを人質にしようとファンズボードでミッシが動いていてもおかしくない。急ぎトルムンドに帰還すべきです。私もあなたにお供しましょう。あなたも来てくださるんですか。何、私は何でも冒険をしたがるバカ者でね。それにトルムンドではちょっとした別件の仕事もある。そしてここでは私は騎士なのですから、王女をお守りすることは私の尊き任務でもある。ありがとうサービクター、あなたのご助力が得られるなら心強いわ。トルムンドにたどり着くにはコタラ山脈を横断する必要がある。人通りの多い山道を避けて行くつもりなら、山の周りのエリアも危険が潜んでいるということだろう。きっと3人では厳しい旅になる。なら冒険者ギルドで護衛の戦士を雇っていこう。そうだな、あるいはすでに腕っぷしの強さが分かっている戦士たちがいればなおのこといい。ああ、俺たちも一緒に行ってやろうか。城に忍び込んだ盗賊一味に護衛を頼むって。目を離した隙にどんな手癖の悪さを発揮してくるかわからないぜ。
背中を向けたらいつの間にか探検が誘っているかもしれねえ。そうやね。私はこの人たちを信じてるわ。私の連中を救ってくれたんだもの。だけどな、それだけで十分か。行方不明の王子を護衛し、無事に家に帰したとなればきっと報酬も出る。だからその欲に期待してみたらどうだ。そっち、盗賊だというなら金をちらつかせて雇ったと考えればいいだろう。うん。どう思う、キルア。キルアじゃない、キリア。よく聞け、グレン。また王子と同行するのだ。お前は扉を開かねばならない。じゃあやっぱグレンが主人公的な感じでいいってことだよね。どういうこった。パンツボードでグリモワールに関する情報は見つからなかった。タリンの首都トルムンドはいずれにしろ俺たちの次の目的地になる。それに報酬としてグリモワールに関する情報を求めることもできるかもしれないな。はあ、そうだな。よし、決まりだな。いいぜ、一緒に行こう。ありがとう。私に尽くしてくれた俺は必ずいたします。シエナさんは、んじゃ、うまくいくといいね。私はそろそろバイバイさせてもらうわ。報酬は弾んでくれそうだけど、うっかり死んじまったら墓の中じゃ買えるものもないしね。まあ、頑張って。お、あ、あいつらは、あれ、やっぱり一緒に行くってか。まあでもよく考えたらただの山登りなんだから、そんなに物騒ってわけでもないか。とりあえずは俺らと同行してあいつらから逃げるっていう感じだね。お、お前も一緒に行きたいのか。一緒に行きたいなんて言ってないでしょ。だけど今のところは一番賢い選択肢かもしれないしね。日中の時間をうまく使って山を越えよう。トルムンドで答えにつながるものが見つかるといいな。まあ少なくともないよりはマシだろ。弟がこの陰謀に関与していないなら一連の出来事を説明しておかないといけないわ。魔物が城を攻撃したかも誰かが仕組んだからじゃない、そう伝えなきゃ。現状こいつらの護衛が必要なことは事実。ビクター殿とレニーがいいなら俺が同行を邪魔立ちする理由はねえよ。で、私もひとときの同志ってね。まあヤバそうになったら退散させてもらうとするわ。うん、それ先に宣告してくれるのね。シシシ、あ、出た。久しぶりにその笑い方。構成の強い護衛団がついてくれたじゃないか。他人に向かう準備はできたな。うん。じゃあ一旦この町はおさらばなんだね。まあでもようやくなんとなくストーリーの流れが出てきた感じなんかな。バランディスの大地は今は血に染まっているかもしれない。でも平和を思う祈りが根を張り、きっと大地を蘇らせてくれるはず。うん。ほ、ここから小太郎さん脈を抜けるとしよう。魔物や山賊たちがお待ちかねるはずだ。ただ潜んでいる危険はそれだけとは限らない。急いではいるが王女の身の安全の確保が最優先。や、山登りに備えて町で準備をしておくか。念には念を入れといた方がいいぞ。北の中央検問所は監視の目もあるだろう。通れるかどうかは運次第。それかバジルの村に行っておくのも手かもしれない。何個かルートがあるんかい。村人たちが検問所を通らずに山を通過する方法を教えてくれるかもしれないからな。どちらを選ぶにしてもローラン平野を通過することにはなる。旅に繰り出す前にまずはファンズポートでいくつか行っておきたい場所も多いな。なんかいっぱいクエストまた追加された感じ。入念な準備、スーパートレーダー鍛冶屋冒険者ギルド、なんかわからんけど一旦じゃあこっから準備しつつ、進んでいく感じっぽいので、この続きまた次回プレイしていきたいと思います。さあどんなお話が展開されるんでしょうか。それではまた、よろしくどうぞ。